こんにちは時計メガネアクセサリーリコーーコドでございます今回は、天気のいい日はですね、あのソーラー腕時計ですね、まあ、ソーラー電波も含みますが、あの窓際に置いてあの充電することをお勧めいたします。まあ、ソーラータイプって、まあ、これは、この新車は、これソーラー。先ほどちょっと窓際にすることがね、2、30分ちょっと置いてたんですけどね。 こういうタイプと、あと今ちょっとやってるタイプ。ちょっと今はこちら移動して、うちのウィンドウですね。ウィンドウの、こう,う光が入ってますんで。これちょっと、2、30分でも置いとくともかなり、あの、補充できますんでね。まあ、なるべくね、こういう天気のいい時、こういう風にしていただいた方が、あの、充電の効率もいいですからね。まあ、いずれにしましても、あの、充電不足にならないように、やっぱりね、ソーラータイプってあの、しなきゃなりませんので。 どうかそのことは気をつけてね、お使いいただければと思いますので、どうかよろしくお願い申し上げます。